風よ、万里をかけよは、田中良識による時代小説及び小説を原作とする漫画作品。中国における伝承文芸、歌謡文芸で知られる花木蘭の伝説を題材としている。通俗歴史小説である隋唐演技と同様に隋代末から東大初期を舞台とする。611年、第二次航空遠説を計画した二代皇帝。 陽広氏は広く徴兵を命じた。花屋の男は老いた父親だけだったため、父を案じる、一人娘の木蘭が断層し、女性であることを隠して、徴兵に応じた。木蘭は遠征で、ガテータマチンヒカリという男と出会い、互いに信頼を置くようになる。遠征は、大敗に終わるが、木蘭らは、雪世祐の指揮下で武勲を挙げて生き残り、帰還の途につくことができた。 陳光は活躍が皇帝の目に留まり、摂政老将の任を与えられた。続いて、第三次高帝遠征が発せられ、木乱と帝玉は、今度は陳光の部下として、再び高帝に赴く。しかし、随国内で、洋玄関による反乱が起きたことから、遠征隊は高帝を攻め滅ぼす前に撤退を強いられた。その際、木蘭らは処刑覚悟で無断で、 乾燥を開き遠征軍のための領職を飢餓に苦しむ、民に与えた管理の長下の子を皇帝に創上し、命を救うことになった。隋の各地で反乱が起きており、長下は、河南内保軍の大使に任せられ、木乱と帝玉は、副将として、河南内保軍に派遣される。反乱軍相手に連戦連勝する、河南内保軍であったが、隋朝皇帝の衰えは止められなかった。 反乱軍を統合した、リ密の策に陥り、カナンウチ保軍は分断、包囲される。分断され包囲された、カナンウチ保軍を救出するために、長下は何度もわずかな兵で突撃を繰り返すが、やがて撃たれてしまう。木乱と帝玉は、チ光に引き立てられ、カナンウチ保軍を離れて、江戸で皇帝警護の任に就く。そこで、皇帝には、王子の面影もないことを、木乱は知る。 宇文ンカおび、宇文ンサトシ及び兄弟による乱が起き、皇帝がシーキャークされる。木蘭と帝玉は、チ光の命によって、江戸を離れ、チ光は、宇文兄弟を襲撃、奮戦するも帰り討ちに遭う。木蘭と帝玉は偽名を使い、河北で隋に反乱を起こしていた、刀剣徳のもで皇帝を戦勝する、宇文兄弟を、とも、チ光の仇として討った。事情を知った。 当剣徳は、木蘭と手玉が、当剣徳の下を離れるのを許し、二人は、木蘭の故郷へと帰っていく。故郷で、木蘭は、女性の衣装に戻り、手玉に自分が女であったことを告げる。手玉は、今まで、このような美女が傍らにいたことを気づかなかった己の、不明を食いるのだった。秋のマリによる、漫画版が、 ファンデラ2998年12月号から1999年4月号まで連載された。前後は、コミックスはアスカコミックスデラックスより全一巻。副題がつき、風よ、万里をかけよ、花きらん物語となっている。元村入りによる漫画版が月刊プリンセス2016年5月号より2018年3月号まで連載された。前は、 コミックスはプリンセスコミックスより全4巻。ありがとうございます。